さあ行きましょうか。このエリアの敵伐採しました全部。はい。で、食い物も消化したので改めてまた食い物入れます。攻撃力アップ、普通だな。どうしようかな、ビートどうしようかな、勇気アップとかも入れたい、じゃあ入れたいですね、入れようか。腹にはたまんな。はいよ。で、お金が15万たまってるんで、多少猿の木星見に行ってたんですよ。で 100% にしてあるのと、これね、これ買えるんですけど、よく考えたらパートナーが装備するとなんですよ。だからとりあえず1個買って、これをビートにつければいいんじゃないかと思うんですよね。これをビートにつけて、これね、これと交代。結構物は強いから、攻撃力11の HP45。 あーでもこっち攻撃力12か、強えな。いやまあでも、経験値プラスでかいんでちょっとつけときます。ネックの攻撃力が少しずつ上がってきてるんですけど、装備とレベルでだいぶ違いますよ。ちょっとあのやつらを一掃しただけでもだいぶ変わったっす、感覚が。ちょっと見せます。装備変えたのと、いろいろ要素はあるんですけど、ちょっとだけマシになってます攻撃力。いやもちろんまだ禁断にはきついですけど、雑魚相手だとかなりやれる。まあまあ気持ちですけどね、気持ちマシ、前回動画に比べて。まだこれからだから、ちょっとその攻撃力をさらに上げていく方向でいきたいですね。よし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 。禁断に対してもほんまに入らないですからね。ボンボン。マジやばかったぜ。はいよ。よし。ここは禁断がおらん。よし。禁断いないと早いですね。よし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 。はい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 。危ない危ない危ない。多少この音も聞けるようにはなってきてる。音が大事ですね、ほんまに。この野郎、危ない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 。 4.4 倍。このいかに高級ラリーを頑張るかで倍率がめちゃくちゃ変わってくるから、今で 4.4 倍か。まあ何回ラリーするかっすよね。よし、ああ禁断おった。そう、禁断ガエルがいました。ビートの画面をね全く見れんから、カードがたまらないのが痛いっすねこれね。無視していく。よし、やっと溜まった。危ない。オッケー行こう。し。お前ええな。せい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 。はい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 、いいとよろしく。ナイス。よし、まだまだいけるぜ。タイム表示が出てますね。あー、お金はなし。お金取ろうと思うと多分本当に逆に難易度を下げた方がいいんやろうな。っていうかちょっと待ってください、これどこ行こうとしてたっけ。あっちか、渋谷川か。渋谷川は場所で言うと、
あっちやな。おっと来ましたね。はい、来いや、かかって来いよ。ハチ公の方からガード下に抜けていく方やね。それまでにちょっともうちょっとお店回りたいんですけど。うわ、あいつサイ引き連れとるかな。サイ引き連れてますわ、これ。先にやれるやつをやる、やれるやつを先にやる。縛れ、よし。よし、とりあえずやった、一匹やった。倒した、よし、オッケーオッケー。ヘイ、俺だって。お前らぬるいよ。よし、一万円ゲット。行ってないお店だけちょっと回りたいっす。104と、なんかあるやん、怖い。どうした、なんだあれ、ゴミ山か。あ、来た、あいつや、絶対やろうや。来たぜ。オブジェ死神やんか。ほら、ほら、ちょっと怖いな。レベル大丈夫かな。いや、怖えな、このガラクタは。来た、ええ声。ヘクトパスカルが。オブジェ死神。ヘク？何言ってんだこいつ。お前生きてたのか。ゼタ当然。全ては俺の計算通り。元は、あれは元からああいう技だ。こいつの腹についてるタトゥーみたいな模様。ノイズの模様。あの魔法陣の真ん中にあったノイズ似てるな。ちょっと似てません？泣きそうな顔みたいなやつ。種駒さんが触ってたやつ。その体。うん、これか。これが俺の新しい作品。俺自身だ。こいつ自分の体を禁断化してやがる。俺はあの技で一度消滅した。やっぱり消滅したんじゃないか。そしてこの体と力を手に入れ、生成人から蘇った。出たー、禁断のサイキックリザレクションでな。宇田川町のあれ、お前だったのか。やっぱりそうや。さあ計算再開だ。これでコンポーザーと互角に戦えるぜ。マジかよ、そのために自分の体を禁断化したのかよ。ありえねえぜ。常識なんてただのゴミ。クラッシュ、やっぱり俺がまとめて捨ててやる。価値があるのは俺の美学だけ。生成人で生き返るのは俺の計算内だが、肉体が禁断化したのは計算外だったな。けどこれも悪くない。次のコンポーザー俺にふさわしい。これ禁断化してるってもうめっちゃ嫌、強いんじゃないのこれ。お前あの店に行ったのか。ああ、だが誰もいなかった。こいつか、壊しまくっとったん。どこだ、どこに逃げやがった。お前らなら知ってんだろ、奴の居場所を。知るか。そうか、だったらもう用なしだ。ろくでなしのお前らに告ぐ。お前らに栄光の死をやるぜ。俺のウォーミングアップ、の相手にしてやる。うわ、髪の毛。うわ、もう怖い怖い怖い。余計黒なったこいつ。ちょっとちょっとちょっと、禁断状態ってことは多分ダメージが通りにくい。早い、絶対早い。嘘やろ。いや絶対早い、本当に。え、ちょっと待って待って、鍵の状態だとダメージがもう絶対入らへんねや。ベクトルが違うぜ、ベクトルが違うぜ。いや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 、リートで行くしかないな。いや、ネクでは入らない。この野郎、どうすんねんこれ。当たってる当たってる当たってる。めっちゃきつい。
違うぜ、ベクトルが違うぜ、完全と今までの戦い方があんま通用しないんで、乗ってきた際に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 乗ベクトルが違うぜ、はい、ベクトルが違うぜ、はい、完全とやらへんやリード頑張れ、渡さないと渡さないと、そう高級ラリーをしないと、ベクトルが違うぜ、リード、ベクトルが違うぜ、耐えろ耐えろ耐えろ、ベクトルが違うぜ、ベクトルが違うぜ、そう、ベータを、ちょっと任せろ、あかーん、ダメだ。厳しい。負け試合なのか。強い。マジかよ。こいつ強え。よーし。富士山麓にオウムなくってな。セリフにしてもらってる、こんなところ。さーて調整は終わりだ。コンポーザー今度こそ。ああ行った。待ちやがれ。おい早く追いかけるぞ、奴に先を越される。大丈夫だ、奴はコンポーザーの居場所を知らないはずだ。それに渋谷川の鍵はこっちにある。どっちみち先には進めないだろう。そうか。それにしてもあいつ強すぎだぜ。でもあいつはこれでコンポーザーと互角に戦えそうって言ってたぞ。コンポーザーはあいつと同等、もしくはそれ以上ってことだ。あんなに強えのにコンポーザーどんだけヤバいんだ。俺たち勝てるのか。だったらどうするんだ、諦めるのか。なわけねえだろ、行く。俺は行くぜ。うおー、行くしかないやろ。渋谷川コンポーザー羽駒さん、俺ももう覚悟を決めるしかない。あ、ここで終わりますか。ストライド、もう最終日行くよこれ。ザ・ラスト・デイ来たー。ジャッジメント・デイ来る。さあ来た。またスクランブル。そう、一日経っちまったか。7日目か。おいお前、手が消えてきてる、消えてきてる。くそ、こんなの気合で何とかしてやる。俺はまだ消えるわけにはいかねえ。俺はライムを助け出すんだ。それまでは絶対消えねえぞ。おいネク、俺にはマジで時間がねえ。分かってる、早く渋谷川に行こう。ああ、今日で全ての決着をつける。やべえ、ちょっと待って待って待って、いろいろお店も行きたいんや私。デパート行こう。ここ高いんですけど、ちょっと一応見て。いらっしゃいませ。よしわよ。障害物も障害物系ばっかやな、ここは。まあ、本当はもうこの辺ね、お金さえ貯めりゃまあ買えるんですけどね。相当強くなりますよねこの辺取ったらね。金貯めるか、一回金貯めてここら辺揃え切ったら相当強くなるぞ。もう分かってるんですけどね。いらっしゃい。ありがとうさん。ちょ、敵が強すぎてそういう気持ちにならざるを得ないですね。おかしなってるんですよね。あー、これ怖いねんこの画面。もうでも買えるものはもうないかな。このチェーンのね、もう一段階強いのが欲しいんですけど出てないっすよね。ありがとうございます。
これいいよな、リジェネ回復ありがとうございます。ちょっとずつ回復するのめっちゃいいっすよね。これ他のやつでもないかな。またどうぞ。いらっしゃいませ。もう新製品はないかね。いらっしゃいませ。どうも。ありがとうございます。スペイン坂のあの店はちょっと行きたい。はい、おるおる。まあまあ戦いながら行きましょうか。渋谷川がまあ本番なのはもう間違いないので、ちょっとお金稼ぎつつ、おっと数多いね、変える方向で。ワイヤー多分ね上位があるんですよ。ワイヤー上位欲しいんですけどね。3本とか晴れたりするようなやつがあると思うんやけどな。攻撃力も高いやつが。便利ですからねワイヤー、かなり。よいしょ。危ない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 。よし、お前すげえな。よいしょ。乗ってきたぜ。はい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 。この乗ってお前すげえな。よっしゃ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 、よっしゃしゃしゃ。いオッケー。俺だって一回さ、勝ちはだろ。一回冷凍位置で戦ってみましょうか。冷凍位置で戦うのがどんだけきついかっていうのをちょっと身をもって確かめてみるか。ちょっとやってみましょうかね。これレベル1でハード、とりあえず1匹だけ触ってみ、あー禁断が来るな。禁断は嫌やな。あー大丈夫、チェインなんとかしのいだけど、よし死ぬ気でいこう。攻撃力が何も変わらないんで。回復しながらビートで。危ない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 。回復がねガチで間に合わないですから、縛りつけて倒しきれ倒しきれ。くぅきついきつい。もう一回行こうか、もう一回行こうか。いやーきついわやっぱ。おい、ビビんなよ。いやビビってないけど地獄です。かわしまくってるけどビートが食らってまいるからね。ネックの方を見ててもビートがあって感じですよね。イージーでリトライいきます。いやこれほんま難しいんですよ、ほんま難しいんです。レベル1クリアはもう相当な難関。まあもちろんあの救済措置っていうか、あの食べ物とかで HP 増やしたりとか、あと装備ね、装備ちゃんと固めてもうちょっと防御力上げてってやらないとダメなんですけど、多分イージーというかノーマルでも多分難易度結構上がりますからね。フラワーオブフレームピースフル、はい、今イージーにしたんでもらえるものが変わったって感じですね。ちょっとノーマルでも行ってみようか。ノーマルで戦うとまたそれはそれでもらえるものが変わってまいります。いけるでしょチェーン。テレレテレレレテレレ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 
禁断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 。もう一つおまけだ。この乗ってきたぜ。さっさと倒せビート。さっさと倒してくれ。この乗ってきたぜ。結構だな。これもう一つおまけだ。任せろ。よし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 。乗ってきたぜ。ナス。まあまあだな。ケイ。余裕だな。ノーマルぐらいがちょうどいいっすね。本当に。でかでかぶつがこれ。言うてもノーマル難易度ですから、ダメージは入るからね。縛りつける。はい、いいよ。へい、お前らぬるいよ。すごい結構きつい戦いをしてるということだけは分かってほしい。よし、これがノーマル。はい、ハードにするとまあまあまあちょっと30ぐらいは欲しい。35にしておきましょうか。よし、行こうか。ちょっと見ていきます。女子やね、女子やね。ありがとうございました。新商品も特になさそう。いらっしゃいませ。ワークブーツ。 HP は増えないけども防御力高め。ワッペンライダース、切り替えコート、提案で、いいですよね。いいですよね。行動不能にならなくなる。いいですよね。吹っ飛ばなくなる。はい。タータンコート。ビートが装備するとトライデント型になる。たけ。かっこいいけどな。金の錠前ネックレス。攻撃力中に。いかついな。強いっすね、全部。攻撃力重視やね。かなり。瀕死状態の時、一定確率でダメージを無効化。強いな。いいですよね。ワッペンライダースがクエスト。丈夫な皮がもう一個あれば作れる。攻撃力アッププラス5。強い。うわ、これめちゃくちゃ強い。丈夫な皮か。ちょっとどっかで取ってきて、これ欲しいっすね。これ強いわ。ネックが攻撃力アップ。ちょっと買っとこうか。ありがとうございます。これちょっと欲しいな。いらっしゃい。どうも。ウールフローズン、ガンジガラメ、アイスブロー。まあ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 、またどうぞ。丈夫な革、ここにあるかな。あそこか、ハンズか。ハンズっすね。支部級ハンズやな。ちょっと行くかね。ハンズ行こうかな。いやー、難しくなってきた。本当に装備が増えすぎてすげえ難しくなってきましたね、チョイスが。85のディフェンス後88やね、実質88に対して。いや強いっすね。強いな。モヒカンはまだ分からず。パンツ、ちょっと待ってくださいね。クロボンテージ、まず、
装備めっちゃむずいわ。装備めちゃくちゃむずいっすね。どれチョイスするのこれ。74、もうちょっと足りんな。これ行きたいっすけどね。あと勇気がもう少し足りない。ネックの攻撃力アップがすごく魅力なんで、できればこの靴も攻撃力上げたい。これ行こうか、これ行こうか。可愛いもんねこれね、ホワイトラバーソール。これ行きましょうか。ディフェンスはちょっとダウンしますが、攻撃力さらに上げて、よしよしよし、オッケー。で革をちょっ と買いに行こうかね。渋球へ。あ、スペイン坂も行きたかったし、ちょうど行こう。メキシカンドッグも寄っときます。いらっしゃいませ。アビリティを言ってくれる可能性があるんでね。攻撃力アップ、メキシカンドッグ。何も言ってくれないですね。ありがとうございました。あー、もうお金がめっちゃなくなる。くそ、何もあっても足りんぜ。ここは関係ないよな。ん？ああ、こいつはおかしなってるっていう描写ですね。はい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 、どうぞ。よし、ちょっとうろうろ買い物しますよ。いらっしゃいませ。はい、はい、来た。レッドモヒカンセット教えてもらった。ありがとうございます。ありがとうございました。いえ、こちらこそ。レッドモヒカンセット教えてほしかったんで、ちょうどいいっす。次はマルシーの方に行って、マルシーでまずお買い物を。いらっしゃいませ、はい、何も教えてはくれない。ありがとうございます。金使わないとね。ちょっと店員とのフレンドシップが全然なんで、金を使わんことにはちょっと多分教えてくれないんで。あー、あるわ。レアメタル、レアメタルが必要なのか。レアメタルがあったな。レアメタル、レアメタルをちょっと探すか。ドロップで取るしかないですね。敵倒したドロップで取りたいので。いらっしゃいませ。そんなに重要なものはなさそう。またどうぞ。ちょレアメタル落とす敵を検索。だいたい出てきてるやつこの辺っすよね。この辺なので、ドロップレード、テクタイト、レアメタル、レアメタル、レアメタル、お、レアメタル。こいつか。ペンギンや。ペンギンのイージーペンギン。いいペンで、よし。こいつをぶち殺しまくって、レアメタル回収しましょうか。ペンギンなら、比較的おるでしょう。よし。まずは禁断から。しかしイージー禁断です。まあイージー久しぶりに叩きます。ちょっとレアなアイテムも出るかもしれないんで。強いね本当に。今140とか入っててもそんなすぐ死なないですもんね。だからいかに普段ハードで体力は一緒なんです。多分向こうのこっちの攻撃力が上がってるだけなんで。てかまあ防御力、向こうの防御力が下がってるっていう感じですかね。おるおる、ペニー。よし、だからいかに普段ダメージを回数与えないと死んでくれないかっていうのが分かりますよね。よし、オッケー。
次行くぞ次。サクサク行こうぜ。まあ、ちなみにボスとかもイージーでずっと倒せるんで、あのクリアすること自体はすごく簡単です。そういう意味ではこのゲームは。よいしょ。そのなんか面白い要素として、なんかまあもちろんそのそういうやつもいると思うんですけど、基本ハードやからってレアなものが出るってわけでもないっていうか、なんかほら今なんか変なん出たもん。あれちょっと待って、おすすめのバッジじゃないかな、ライトニングポーンっていうやつ、おすすめバッジのところに書いてあったような気がするぞ。なんか出ましたね、ライトニングポーン。どれや、いやあれおすすめ書いてたやつや、書いてたやつっす。ちょどれどれ、なんか偶然手に入れたぞ。ラッキーラッキーです。どれ、これや、ライトニングポーン。空間に円を描くと雷球が出現して一番近くにいる敵の方に飛んでいきダメージを与える。誰が持っとったんやろこれ。進化すんのかな、進化しない。よし、これちょっとスイカと交代していきますか。空間に円を描くと雷球です。よし、 OK。 あとワイルドボアでしたっけ。いらっしゃいませ。よし、 OK。 ありがとうございました。よしよしよし、さあ買いに行こうぜ。楽しんでおります、買い物を楽しんでおります。よっしゃ、あーさっきいなかったのに。まあでもいいか、イージーで倒したらまた多分ドロップ物が違うから、まあ、試しておきますか。そのおすすめバッジをどういう効果なの。ちょっと円が描けない。どういうこと、あれがおすすめ。何も起こってないですけど。あーすげえな、そういうことか。自動追尾で、しかもあれや、コン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 ってあのなんていうんかな、なんていうんすかね、あれあの吹っ飛びが発生するから強いんや。要はもういかに足止めするかのゲームですからねこれね。いかに足止めしてその間にコンボ叩き込むかのゲームやから、まああれは強いですね。いらっしゃいませ。はい、はい、こうこれか。ビートが装備すると防御力アップ、いいねいいね、強いですからねこれ。攻撃力めちゃくちゃ強いから。よし、 OK。 ありがとうございました。取った。装備、まあまあこれも強いけど、8で5 16の5。はい、すげえ強くなった。よしよし、オッケーオッケー。じゃあここでセーブしたいと思います。で、さらに私はこのエリアとかちょっと近くのエリア回ってお金を貯めます。はい、では見ていただいてありがとうございました。次は渋谷川行きますからね。はい、お楽しみに。